南シナ海に展開中のアメリカ海軍コネチカット原子力潜水艦が2021年10月に重大な事故に遭遇し、大規模な修理が必要との情報をキャッチしました。今回は、そんなコネチカット原潜、深海航行の悪夢を詳細に見ていきますね。修理期間はおよそ31ヶ月と見積もられています。現在、修理は2025年9月の完了を目指していますが、この悪魔的修復力は、さすがアメリカと言えるでしょう。中国だったらもう一隻建造しているところです。最後まで見てください。アメリカ海軍が保有、運用中である攻撃型原子力潜水艦の中で、シーウルフ級の2番艦である、コネチカットは、2023年現在も、大規模な修理を要する状況下にあったが、このほど2025年9月を目途としていることが報じられた。これは、コネチカットの復元は可能であり、修理の期間は、およそ31ヶ月と想定されるため、これを実施することが、可能な施設のキャパシティ等を考慮した場合に、現実的な期日としてアメリカ海軍側が判断したものだと考えられる。コネチカットは、2023年の現在でも、世界で最も高性能な攻撃型原子力潜水艦という評価を得ているシーウルフ級のうちの一隻だが、修理を必要とする損傷を負ったのは、2021年10月に生起した事故のためである。その当時のコネチカットは、南シナ海と烏帽子海域に展開していた模様だが、アメリカ海軍ですらも把握していなかったとされている海底の山に先行航行中に衝突し、大規模な修理を必要とする事態が生じた。これにより、コネチカットは、艦首部分と艦尾の船の下部に損傷を受けており、そのまま、なんとかアメリカ本土に開港されて、修理の可否についての確認が行われ、今回時間は必要だが、修復が可能との結論に至ったものだ。アメリカ海軍側は、コネチカットの事故を自軍が未把握であった海底の山への衝突だったと認め、乗組員12名が、その時の衝撃で負傷したと発表、グアム島経由でアメリカ本土へと戻ったことが報告されていた。コネチカットが最終的に収容されたのは、サンフランシスコ州のサンディエゴ海軍基地だと推測されているが、2021年末の時点では、同基地の修理やメンテナンスのキャパシティの問題から、何時までに修理が可能かは判明していなかった。その時点で、サンディエゴ海軍基地には、既存のロサンゼルス級攻撃型原子力潜水艦が少なくとも3隻、修理やメンテナンス待ちの状態にあり、コネチカットだけを優先的に対応することは非常に困難だと見られていた。実際、その時点からは、およそ1年以上を経過して、ようやく、コネチカットの修理の可否と、その終了の予定の目途が報じられた形であり、アメリカ海軍が抱える後方支援体制が、かなり深刻な状態にあることが、はためにも伺える。ちなみに、アメリカ海軍は、コネチカットの事故の翌月の2021年11月には、その事故原因の調査の結果をもとに、当時の同艦の艦長、副艦長らを解任する処分を断行、事故が、人為的な過失によって発生したものと表明していた。コネチカットが配備されていたアメリカ海軍の第7艦隊によれば、事故は、艦長らの適切な判断、意思決定における慎重さ、定められた作業手順の遵守、監視体制等が機能していれば、発生は防止できたものだと述べている。このあたり、くしくも、同じ2021年2月に、高知県の沖合の海上で、民間の貨物船と浮上時に接触事故を起こした、海上自衛隊の、総、竜型1番艦、総竜の事例とも通じるものがあり、潜水艦運用の難しさが表面化した感もある。まあ、潜水艦などの軍用の艦艇に限らず、発生するこの世の多くの事故の原因は、突き詰めれば、慣れや油断から生じる、いわば、当事者の主観という人為的なミスが多く、人が介在する以上、決してゼロにすることは不可能でもある。ただし、潜水艦の場合は、海中に潜航するという、極めて特殊な航行を行う艦艇であり、かつ、その特性上、
直接の目視はできず、ソーナーなどの音波による状態の把握が鍵を握る点からは、乗組員の注意力は極めて重要になるだろう。さて、なんとかコネチカットは修理を施しての復帰が見えてきたと言える状況だが、アメリカ海軍が南シナ海と烏帽子海域に同艦を送り込んでいたのは、やはりそこを自らの領域だと一方的に主張する中国への対応であることは間違いない。中国は一方的に南シナ海のおよそ 80% にも相当する海域を自国のものだと宣言しており、フィリピンやベトナム等々の周辺国との軋轢も絶えず、着々と人工島の軍事拠点化を進めるなど支配体制を強めてきている。このまま中国が主張するように南シナ海の大半の支配権を同国が確立してしまえば、海南島に設置した潜水艦基地から SLBM を搭載した戦略型の原子力潜水艦を自由に送り込めることを意味し、核戦力の生存性を高めさせることとなる。そうした事態をアメリカは警戒し、中国の戦略型の原子力潜水艦の行動を阻害することを機として、南シナ海への自軍の攻撃型原子力潜水艦の派遣を戦略的に継続しているのであろうと、日本でも考えられている。オーストラリアが、アメリカやイギリスと新たな軍事同盟であるオーカスを締結し、アメリカから、最大で、5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達、その後、イギリスの支援を受けて新造する計画を打ち出したのも、こうした背景からだろう。正直に言えば、オーストラリアほどの規模の国が、攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用するというのは、あまりに、その国力とは見合わない身の丈を超えた、軍事費の投入だとは思うが、南シナ海の中国の支配は、それを決断させるほどの脅威と捉えている、裏返しが。日本も、必要なエネルギーや食料等の物資は、今や、その大半が南シナ海を経由しての海運によって運び込まれており、その海域を中国が支配することが確定してしまえば、いつも、海上封鎖によって危機に瀕することは必至である。台湾有事はもちろん、こうした南シナ海を中国が支配することの危険性は年々増しており、日本も原子力潜水艦を保有すべきか否かといった議論も、現実味を帯びるほど、周囲の安全保障環境は著しく悪化していると見るべきだろう。さて、コネチカットに話を戻せば、結局のところ、3隻しか建造が行われなかったシーウルフ級の1隻であり、この要因は、攻撃型潜水艦としての揺るぎのない高性能さを追求したゆえの、製造コストの高額さが避けられなかったためだ。1970年代から開発が開始され、1980年代に収益に至った旧ソ連のアクラ級攻撃型原子力潜水艦は、従来の同国の潜水艦と比して、非常に静粛性が向上しており、この登場に危機感を募らせたアメリカ海軍が生み出したのがシーウルフ級である。旧ソ連のアクラ級攻撃型原子力潜水艦は、当時、アメリカ海軍が運用を行ってたロサンゼルス級とほぼ同等の静粛性を達成しており、低速で先行航行中のアクラ級に対し、アメリカ海軍は音響探知での捕捉ができないという事態にも遭遇した。こうした事態を受け、まさに冷戦の最末期の1980年代後半に開発が開始されたのがシーウルフ級であり、アクラ級を確実に上回る性能とすべく、艦隊の素材から原子炉に至るまで、当時のアメリカの持てる技術をすべて投入して建造された。この結果、シーウルフ級は、水上排水量7460トン、水中排水量9150トン、全長 107.6 メートル、全幅 12.0 メートルの艦隊に、最大出力で4万5000馬力以上、水中速力は35ノット以上、潜航深度も600メートルを超えると召されている。これに加え、シーウルフ級は、兵装も、660mm という、巨大な魚雷発射管8門を備え、ここから、各種の魚雷やミサイル類を、合計で、最大53機分搭載可能で比類なき攻撃力を得たが、一番艦、シーウルフの収益は、1997年となった。すでに、旧ソ連は、この6年前の1991年に、崩壊を迎えており、シーウルフ級は、
攻撃型潜水艦として史上最高の高性能を実現はしたが、逆にこれが敵のいなくなった世界では高額すぎて足かせとなり、わずか3隻の建造で打ち切られる。その後、アメリカ海軍では現時点でも最新型であるバージニア級の建造に移行するが、これは高性能ゆえに高額となったシーウルフ級からおよそ 25% ほど性能を落とすことで建造コストを抑えることがコンセプトとなっている。